スターベガ実況プレパート18やっていきましょう。翡翠シティを出して進めている途中ですね。もう結構枯渇してきたので、どっか回復してくんねえかな。なんだこれ、出ていい？ダメ。そうですか。あ、こいつ、これなんだ、知らんやつおる。これ直いなあ、この辺なんかアイテムあるから取りに行こう。これはこのままいきますね。よし、不思議な目だ。ほら、くらえ。便利。
あ、怪力がないからあれどかせねえ。怪力がないからな。こっち側のトレーナーも倒そう。まあ野生だからどうでもいいんだけど。リグナルビームかな。いやマジフローリアにシグナルビーム起こさせてよかった。こっち特攻めちゃくちゃ高いからさ、序盤でよくこんな強い特攻用意したね。壊れてる壊れてる。ボスだ。ボスか。国防高いんだけど、まあ、関係ねえか。物理だ。デートビームとか欲しいね、そろそろ。あ、冷凍パンチね。冷板か、まあ、同じ物理だったら冷板の方がいいなって思っちゃうな。でも氷状態にした、あ、防御、うん、いやまあ期待値的には冷凍パンチかな。おっと、これはヘルバー。
よし、おー、着いた、翡翠シティ。え、邪魔でガキはどいてろ。え、何、おい、そこ奥のよ、ジャックウォーカー。おー、さすがにお前でもポケモンレンジャーに扮した俺たちの完璧な変装は見破れなかったよな。聞いて驚くな、俺たちは DH 団のレンジャー部隊なんだ。俺はこれは手厚い歓迎、ご苦労様。それとさ、俺を呼ぶときはジャッキーって呼んでくれる？堅苦しいのは嫌いだね。なんか早速ジャッキー、お前の隙を伺うためにポケモンレンジャーに変装してたのに、お前がなかなかここに戻ってこないから、俺たちがどれだけミッションをこなしてきたことか。ほら、余計なことは言わなくていい。これでそこまでしてくれた DH 団のレンジャー部隊さんが一体俺に何のような。優秀なポケモンレンジャーの前を始末すればボスの計画もやりやすくなる。だがジャッキー、お前の強さは本物だ。だからお前の行動を封じることのできるこのタイミングを待っていたのだ。お、まさか、まずいぞ、男の君、逃げるんだ。お前に恨みはないけど、ジャッキーを脅す餌になってもらうぜ。キャプチャーしたポケモンで勝負だ。おお、こっちまだ旅からね、街に着いたばかりで回復も何もしてないのに急に巻き込まれちまった。まあいいけどね。レベルなかなか高いな。より強いんじゃすまん、ここで強いとは。手加減したら負けるぞ。おお、俺は手加減なんて実際しねえ。全力で叩き潰す。はいはい、たまたま行くならビーム。レートビール
もう後がない、いいから絶対負けるなよ、絶対だぞ、出るかどうか不安になってきた、でもここまで来たら後には行けないのだ、はいはい。守りにキャプチャーできるポケモンはいないし、クソ、撤退するぞ。何を言うかな、こちら。ありがとう、奴らにも名乗ったが、俺はジャッキー、君は？アンベルか。いや、アンベルの戦いぶりには驚いた。俺が手を出す必要が全くないほどの強さだよ。ぜひポケモン連射になってほしいな。ん？何？なんだ、今の鳴き声は。聞き慣れないものだったが。お、なんだ、このポケモンは。ねねや。まずい。俺の意識や体が、このポケモンに。アナベル、早くここから逃げ。何？フローゼルか、厄介だな。行ってるだけでいいんじゃね？さすがに勝てえな。メロメロ、そっか。性格というか、あれ、性別が。はいか。押せ押せ。あらら。お、麻痺も加わった。これはさすがに、エルガーだったら大丈夫かな。お、また麻痺かよ。まあダークロアなら関係ねえ。マジか。
で、テペトラ。降りをしてくる。アナベル、すまない。あのポケモンの目を見てたら体の GE を奪われてしまって、アナベルが助けてくれなければどうなっていたか。あら、お、アナベルの方が先に翡翠シティに着いたのか。おかしいな。あれ、ジャッキーさん、ジャッキーさんじゃないですか。君はもしかしてセキュアスタイラーを。はい、ヒイラギ博士から預かってここまで届けるミッションを任されたフェルです。セキュアスタイラー、ありがとう。本当は俺が自分で取りに行けたらよかったんだが、海の王子を悪空者まで送り届けるミッションを優先しなくてはいけなくてね。まあ過去に同じミッションを経験していたから、今回はあっさりと片付いたけどな。そうなんですか。俺もいつかジャッキーさんのように重要なミッションを任せられるポケモンレンジャーになりたいです。成長を楽しみにしてるよ。それじゃあ俺はこのセキュアスタイラーの最終調整を行うから、そろそろ失礼しよう。こいつの調整が終われば、公園大災害の隕石ポケモンもキャプチャーできるようになるからな。さてと、俺のミッションはひとまずこれで終了だ。今レンジャーベースに戻るとジャッキーさんの邪魔になるし、ラジオ番組に出るついでもあるから、早速オーニシティに向かうとするか。じゃあナナベル、俺ん家によかったら寄ったら母さんによろしく言っといてくれよな。オーニシティ手はしねえな。オーニシティっつった。ここに DH でアジトって書いてるわ。オーニ、あ、ここか。次こっちってことね。なるほど。で、翡翠シティですけども、東北。ここペルンチか。ポケモンセンターがあって、ふん、聞いとこうか。一応とりあえず、あ、なんかジムがややこしいことになってんな。いや、じゃあとりあえず今回ここまでにさせていただいて、また次回改めてこの翡翠シティ細かく見ていこうと思います。多分すぐあのジム戦にもなると思うので、あのちょっとそのあたり、調整が必要であれば調整もしていきましょう。はい、ではポケットモンスターベガ実況プレイパート18、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしておりますので、皆さんまで見るなー。